元金プリ平野紫耀と神宮寺勇太もタッキー新会社TOBE七夕合流、退場から46秘伝劇発表、すごくハッピー、素敵な日。金プリの元メンバーである平野紫耀と神宮寺勇太が、滝沢秀明氏が社長を務める芸能事務所TOBE、TOBEに所属することが発表されました。この電撃移籍は芸能界に大きな衝撃を与えました。本記事では、平野紫耀と神宮寺勇太のTOBE入りに関する詳細や反応、今後の展望などについて探っていきます。記事、平野紫耀と神宮寺勇太がTOBEへの入所を発表。ジャニーズ事務所を退所してから46日が経った平野紫耀と神宮寺勇太がTOBEに所属することを発表しました。彼らは七夕の夜、TOBEの公式 YouTube チャンネルに生出演し、元 V6 の三宅健から花束を贈られました。このニュースは、ジャニーズのトップアイドルが一気に別の事務所に移籍するという電撃移籍として、芸能界に大きな衝撃を与えました。平野紫耀と神宮寺勇太は、金プリ、キング&プリンスとしてジャニーズ事務所で活動していました。しかし、今年5月22日に金プリを脱退し、ジャニーズ事務所を退所しました。その後、彼らは充電期間を経て、TOBE入りを果たしました。TOBEは滝沢秀明氏が社長を務める新しい芸能事務所であり、平野紫耀と神宮寺勇太の他にも元ジャニーズの岸優太などが所属しています。岸優太も海外進出を目指していたが、メンバーとの方向性の違いから海外進出は実現せず、TOBEへの移籍を決めました。この発表に対しては、ファンからも大きな反響がありました。平野紫耀と神宮寺勇太の生配信には100万人以上の視聴者が集まり、インスタグラムの生配信も50万人以上の視聴者がついたといいます。TOBE所属タレントの三宅健は、平野紫耀のメンバーから出会ったシンクと神宮寺勇太のターコイズブルーの花束を手に、彼らを歓迎しました。この光景は視聴者によってスクリーンショットとして拡散され、SNS 上で広まりました。平野紫耀と神宮寺勇太は、生配信後にインスタグラムとファンクラブを開設しました。インスタグラムのフォロワー数は開設2時間足らずで170万人に達し、ファンクラブサイトではアクセス集中のため12時間以上の待ち時間が発生しました。彼らはファンに対して、今後も共に物語を作り上げていくことを約束しました。平野紫耀と神宮寺勇太のTOBE入りは、ジャニーズアイドルの現役バリバリと滝沢秀明氏との合流という衝撃的な出来事でした。TOBEの勢いはますます増していきそうです。記事の終盤では、現在のキンプリの状況についても触れられています。キンプリは岸優太を含む5人で活動を続けており、長瀬角と高橋山の2人体制で活動しています。6月21日には新曲、何者を発売し、8月27日からは全国アリーナツアーを開催する予定です。岸優太は主演映画の PR 活動を終えた後の9月30日に退場する予定です。以上が元金プリの平野紫耀と神宮寺勇太がTOBEに入所するというニュースについての詳細です。彼らの新たな挑戦に対する期待は非常に高まっており、今後の彼らの活躍に注目が集まっています。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。